キカラスウリは、ウリ科の植物で、ツルセの多年草、黄色の果実で知られる。カラスウリと同様に、私有一種である。カイコンは、様々な用途に使用される。北海道から九州に自生する。葉は、切れ込みが入ったハート型で、表面は光沢を持ち、葉の表面に、多数の短毛を持つカラスウリと容易に区別できる。私有一種で、 一つの株には、尾花か芽花かのいずれかのみがつく。6月から9月にかけての日没後から開花し、翌日午前中から午後まで開花し続ける。花は白色、あるいはやや黄みがかった白色で、直径5から10センチメートル程度。果敢は3から6枚に裂ける。花の先は糸状になり、長さは多様であるがカラス売りよりも、そうじて太い。 メバナは、つぼみの段階で脂肪を持っているため、つぼみがついた時点で、その株の死由が判別できる。主に夜行性のスズメガが飛来し、ポリネーターになる。熟した、ヒカラスリの実結実した果実は緑色で、表面には若干の凹凸がある。血実後2ヶ月程度で横変し、9から11月頃には大熟する。熟した果実の種子周囲の果肉部分には、 甘みがあり食べることができる。ただし、同じウリ科の植物であるメロンと同じように、果熟により下や、校内の粘膜を強く刺激する物質が生成するため、注意が必要である。種子は、ウリ科に多い扁平な楕円形である。地下にはカラスウリに似た藻状のカイコンを持ち澱粉を多く含む。年数を経たカイコンは 2kg 以上に発達する場合もある。 海根から出た鶴は、枯れずに越冬を繰り返し木質化していく場合もあり、その場合新芽は木質化した鶴から出る。木から鶴りや大から鶴りの皮層を除いた海根は、ローネという木薬で、下熱、止めかつ、消臭などの作用がある。最古警視官教油、最古清式模油などの漢方包材に使われる。種子を日干しにしたものは、ローヒトシという、海根から抽出された。 タンパク質によるエイズに対する薬効が研究されている。古くは開根を潰し、何度か水でさらした後乾燥させることによって、天下粉に加工し、おしろいの原料、汗物予防、治療などに用いられた。また、澱粉を多く含むため、飢饉の時の気球食に利用したり、種子は脂肪を多く含むため、油脂を集めて糖化に用いることなども研究された。熟していない果実は、 塩漬け、粉漬け、汁の実の材料となる。初夏から夏の若い芽は湯がいて、和え物や炒め物に、また生のまま天ぷらや煮物に利用できる。ありがとうございます。